ペン入れまでどれくらいか、でまあそれを計画してやるんですけども、まあ、要はですねやっぱり好きなことをでやっぱ時々遊びたいなもあるし休みたいなもありますよね、まあ、途中でずれてはくるんですよね。でもね安心してください、感謝するんです。はい、はい、ということで最後に合わせるために自分がどれだけ、まあ、努力するかというか、まあ、なんかスピードピッチ上げられるかっていうことを、まあ、作業しながら学んでいくってことも結構大切ですよね。そうですね、うん、あとまあこう最後のどれぐらいまでこう作業日数があるかっていうのを考えて、今ね児玉先生が計画的に立てるって言ったのも、うん、例えば10日しかないってことになったとしたら、うん、10日の中のじゃあ、前半の5日間までは、うん、何しようかなとか、うん、後半の5日間は何しようかなとか、うん、まあ、段取りをですね考えて、うん、であとは児玉先生おっしゃってる通り、うん、やるだけと頑張るだけしかないってことですね。でもね、本当そうです、うん、だから最終的にはそうなんですけども、でポイントとして、じゃ アマチュアとかね、今皆さんでできることは、じゃ一枚絵を描いた時にどれぐらい時間かけて、うん、作業してるかっていうのが分かるだけでも全然、あ、その情報ね、違います。はい、1日1枚描くのが自分の、はい、最大のペースなんだとしたら、うん、10ページの作品を作るためには10日必要だということですよね、うんうん、なので1ページの作品にどれくらい描けられるのか、うん、このキャラクターをどれくらいで描けるのかということをぜひ知ってください。今のうん、そうするとね、うん、作業のいわゆる計画とかも立てやすいですよ。あ、それいいですよね、うん、本当に学校に入ってからとか、はい、学校卒業してからとか、そう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 、その決められた中でも担いなきゃいけないんですけど、ね、今皆さん高校生の皆さんとか、うん、まあ、1枚ねどれぐらい時間かけるか言ってみたらできる、うん、期間があるってことですから、そうそうそう、でそれが例えばじゃあ1枚書いたのに、うん、まあ、じゃあ1週間かかったってことになるとしたら、自分は1枚一生懸命書くのに1週間かかるんだっていう一つの大事な情報がそこでこう得ることができるわけですね。そうですね。でじゃあ次回同じような絵を描こうと思った時に早くするために、この前は1週間7日間でやるけれども、うん、今度は6日間でやるぞ、うん、次は5日間でやるぞ、次は4日間でやるぞみたいな感じでやっていけば、どんどんこうクオリティもスピードも上がるみたいなことになるんですよね。分かって慣れていくね、うん、上達してきますから。はい、大丈夫です。ということです。はい、はい、ということで皆さんまた次回のオープンキャンパスお待ちしてます。以上です。以上です。そろそろ髪の毛切りたいな、このまま。はい。